って思って、ずっと捨てれなかったやんか。捨てるんじゃなくて、あのお宝やったやんか。3つもあるから、1個はあのハンコ作ったりとか、1個はなんかおもちゃにしてみたりとか、おもちゃ1個はあの予備で持ってったりとか。絶対あるのよ、メインでは使わない。葵のお気に入りの消しゴムも今も使っちゃってるから。あ、そうですね。あ、3つもあったからいらんかな。あ、いらない、いらない、いらない、お宝、お宝、お宝やな。で、もう一個あるのよ、特典がついてるね。あ、そういう感じ。なるほどね。そう、その特典がおお、なんかこちらこちらです。でで、何する。あ、待って待って、アリサとミサキの愛のこもったメッセージです。ちょっと待って、これは葵ちゃんへ I'm sorry I will 英語ファースト。え、なんか英語とか言ってるんですか。葵の希望金額は、ででん、650円。高いかな、ちょっと高いね。消しゴム1個200円で、ね、お手紙が50円。消しゴムも相当いいやつじゃないですか。200円くらいの1個。思い出も入れて。あ、確かに。なるほどね。じゃあ、美咲から言うの。美咲は、じゃん。140円。おー、なんか、美咲は消しゴムだってそれ5年前だよ、5年前5年前っていうのを兼ねて1個50円として、うーん、で、まあ、手紙毎年されてない。そしたら手紙がついてるからちょっと10円引いとこうかなって思って。あ、でそっちね。なるほどね。そう、ちょっと自分が書いた手紙はちょっと持っててほしいな、なんて思って。いらない。そう、戻ってこんくていいからちょっと引いて140円でした。なるほど、いい感じで。次行きます。私の希望金額はダン60円。まずあの手紙の方は、まあ、会う予定やから私がもらうのは違うなっていうんで、まあ、とりあえず値段には換算してんかった。で、ね、消しゴムは100均とかで3つセットで売ってたら買うかなぐらいの感じで、でこの値段にしました。税込みで、税込みで、ちょっと税込みで。はい、なるほどね。じゃあ、青いじゃないよね。自分の名前。はい、じゃあ行きます。せーので、じゃん、350円。なんか思い出があるって言ってたし、お母さんが買ってきてくれたのから、まあ350円ぐらいかなって思います。なるほどね。え、じゃあひまり行くの。うん。おー、何これ。せーの、じゃん、なんか単純に複雑なにえのさえばには
じゃあこの子たちはアリさんに譲りたいと思います。ありがとう。ちょっと微妙そうな色だ。次の方は、ねね、はい、最後の最後だ。